はい、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ゲーム動画で行こうです。こまばあおいです。至らないところもあるスターホースポケットを始めていきたいと思います。プレゼントが届いています。もうアルゲートガチャっていうのをやってるみたいですね。ブラックタキシード、他に、電動馬シリーズガチャ、ドバイワールドカップ祭りガチャも引き続き実施中ですね。こちらの11デイリーガチャはメガスターダム、メガスターダムです。イベント開催中です。さあ、メダルをまたたくさんもらいました。もうすぐ70万枚ですね。さてですね、今12月を4週ですので、 WBC再チャレンジもいいんですが、有馬記念に出していきたいと思います。宝塚記念1着取ってますからね。この有馬記念を取ることでグランプリ春秋連覇がかかります。さあ、やっていきましょう。適正な馬体重ですね。大根か。いい感じですね。イベント開催中です。極秘調教もあるし、おすすめもある。っていうか、さあ、会話を上げて馬体怪獣ということで、適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。香港もあるんですが、ここは有馬記念。ディープインパクトですか。なんかすごいことになってますね。エビナに依頼します。確実に疲れを落としていきます。さあ、いよいよ有馬記念当週です。調子は絶好調のままに、行きました。イベント開催中です。512キロですね。まあベスト体重は変わってないみたい。適正な馬体重ですね。さあ、引き続き大根ですか。さあ、いよいよ中山記念、有馬記念です。中山記念じゃない、中山競馬場で行われる有馬記念 1.3 倍、1.3 倍、ダントツを1番人気ですね。トルコライス。では他の馬はどうなのか、ディープインパクトはどうなのかというと、 4.7 倍の1番人気です。で、以下3番人気がなんと50倍、一気に跳ね上がりますね。ドリームパスポート、丸がついてる中では、上から6番アドマイアメインか、あとはまあディープインパクトが丸を取ってるんで、白三角となるとデルタブルース、ポップロック、東証ナイト、ダイワメジャーあたりですね。みんなそれなりに強い馬です。4と12も言っときますか。この辺がなんか怖そう。先方はやっぱり唯一の追い込みなのが気になりますね。アドマイアメインがね、逃げ位置で不気味ですからね。
ドワイヤメインの馬券もいいかもな。そう考えると、さあこれで200枚買いました。さあレースです。さあいよいよ年末の大一番グランプリ有馬記念の発送です。いよいよ今年も大詰めです。1年を締めくくるグランプリレース、スタートは肝心、いよいよスタートです。6枠7番、あんまりいいスタートはなかったかも。まあ、とはいえ大きく出遅れではないんで、まあ救いやれるでしょう。西尾サムソンも言ってたんですね。意外と縦長になっている。ダイヤメジャーがいるのか。西尾サムソンいい位置つけてますね。一応最後尾ですね。前走の前走ジャパンカップだったかな、秋の天皇賞かでは東京の長い直線を生かして最後方から鋭い追い込みで一気に抜け出しましたからね。今回はそれを期待したいところ。そして外からは9番東証ナイト、ポップロックがそのうちにいます。第2コーナーから向こう流し、内を通りまして1番ドリームパスポート、ゆっくりゆっくり上がっていってますかね。ああそうでもない。10番スイープ東証、その後ろでやりましょうか。11番ディープインパクト、そのうちに7番パタノタルコライズ、ディープインパクトを見るような形で運んでますね。流れるようにレースが進んでおります。先頭行く先にディープインパクトがまくっていく。このまくりが強いんですよね。もう600を切ってるぞ。さあそれをちょっとワンテープ遅れたか。肩のトルコライス届くのか。お結構いい位置まで上がってますね。さあディープインパクトは抜け出した。届くのかこれ。200切っている。どうだ。ゴール前抜き去りました。ディープインパクトを貸しましたね。現役時代ディープインパクトって貸されることってなかったんじゃないかな。それだけディープインパクトを貸しての勝利っていうのは大きいですね。やりました。気合十分ですね。いい感じですね。さあこれで、放牧に出して次は WBC かな。ドバイもいいんですが WBC に当てたいと思います。戦績はご覧の通り12戦9勝ですか。上級戦を除けば9戦6勝です。残り63周ですか。クエストを達成しました。イベント開催中です。ショートケーキまた5個増えました。イベント開催中です。はい、というわけで、あれ62周になってる。嘘、仕様でも変更したのかな。
イベント開催中です。いや、変わってないですよね。何かご用でしょうか。さあ、これでもう510キロ一気に馬体が回復しております。これでですね、ハロー天皇賞も狙えるんで、狙いとしては WBC 春の天皇賞というふうに走ってみたいと思います。その次は高塚記念2連覇かな、2連覇か、もう WBC か SWBC かかなに行ってみたいと思います。はい、まあ、ちょっと追い込みっていうのが不安、 WBC、SWBC だとどうしても不安出ちゃいますが、その辺戦法を見ながら考えていきたいと思います。はい、ぜひぜひチャンネル登録高評価お願いします。説明欄に記載しておりますブログ、ツイッターのアドレス、そちらもアクセスしていただければ嬉しいです。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。というわけで、有馬記念勝利で春秋グランプリ連覇になりました。次走、おそらく WBC 挑戦させたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。